人生の大半の期間、左翼思想との関係を維持してきた。ヘルマンは30年以上にわたってミステリー作家、ハードボイルド作家であったダシール・ハメットと恋愛関係を保ち、ハメット作品の登場人物であるノラ・チャールズのモデルとなった。作家のドロシー・パーカーとも長く友情を保ち、パーカーの死後、作品管理者となった。文中言語リンクは、 英語版へのもの。ルイジアナ州ニューオーリンズのユダヤ人家庭に生まれた。幼少期は1年の半分をニューオーリンズのおばの家に寄宿し、残り半分はニューヨークで過ごした。1934年、デビュー儀曲、子供の時間がブロードウェイで上演され、連続691回公演という大ヒットとなった。リリアン・ヘルマンの作風は、 基地に富んだ情熱的なものであった。それらの特徴は、彼女の最も有名な作品、子供の時間、小狐たち、トイズ・インジ・アティックなどにも見ることができる。アカデミー賞を受賞した映画、ジュリアは、ヘルマンと作品名にもなっているジュリアという人との友情を扱った自伝的作品である。この映画は、ヘルマンのペンティメントに収録された作品を元にしている。 ヘルマン作品には子供が登場することが多い。例えば、子供の時間では、ドラマは学校で起き、その物語の中で悪役となるのは、メアリというわがままな少女である。小狐たちでは、レオとアレクサンドラという子供たちの間の恋愛感情が重要なエピソードにつながっている。晩年は、未完の女、ジュリア、眠れない時代、メイビー。 青春の肖像と自伝的作品を発表を。そのうち、未完の女で1970年に全米図書賞、文芸部門を受賞している。ヘルマンは、擬曲作家として活躍するかたわら、様々な政治活動にも参加していた。しかしながら、その方向性については、様々な理解がある。それらは、模索の時代の足跡であるということもできよう。 第二次世界大戦前、独ソ不可侵条約が有効だった間、ハメットと共に、アメリカ脚本家協会の一員として、ヘルマンは、全米非参戦委員会に加わっており、アメリカ合衆国は、ヨーロッパでの戦争に関わり合うべきではないという、立場を取っていた。戦後の冷戦下になって1952年、ヘルマンは、会員非米活動委員会に呼び出された。 非米活動委員会は、ヘルマンと長期にわたって恋人関係にあったダシール・ハメットがアメリカ共産党員であることをつかんでいた。ヘルマンは共産党加入者の友人の名前を尋ねられ、これに対してあらかじめ準備してあった声明を読み上げることによって答えた。その結果、ヘルマンは長期にわたってハリウッドの映画産業界のブラックリストに 掲載されることとなった。二人の天才ヘルマンとハメットの著者であるジャン・メレンは、ヘルマンが、回想録の中で、エリア火山のような反響リベラリストについて、ファシストや、資本家に対してよりも、共産主義者に対して、攻撃のエネルギーを浪費していると告評していることに、触れ、全米非参戦委員会での活動と付き合わせて、考えた場合、それは、 ダブルスタンダードと言わざるを得ないのではないかと指摘している。他にもヘルマンの人生にはいくつかの影がある。例えば、スターリンによるソビエト共産党内での粛清について何も知らなかったと述べていたことなどである。ヘルマンは実際にはアメリカ合衆国内のリベラルに向けた公開書簡で粛清を称賛する声明文に連書しており、 またスターリンによる粛清を解明すべく活動したジョン・リューイ委員会に協力しないよう求めていた。さらにヘルマンはトロツキーのアメリカ合衆国への亡命にも反対した。トロツキーは以前のソビエト共産党の指導者の一人であったが、当時はスターリンの政敵となっており、最終的には暗殺されることになる。このトロツキーのアメリカ合衆国への亡命阻止の裏には、 ソビエト共産党の影響があったものと考えられている。また、メレンによると遅くとも1969年頃には、ヘルマンは、ドロシー・ストラウスに対して、彼女の夫は、ソルジェニーツンの作品を出版した罪人だと述べたことがあるという。メレンは、ヘルマンが、アメリカ合衆国の刑務所について、あなたが私と同じくらいのことを知っていれば、あなたも、 スターリン主義者になるに違いないと述べたと言っている。さらに、方法はとにかくとして、あの先生君主を支えることによって、最初の社会主義国を作るのは重要なのだとも、述べていたという。ヘールマンと、作家メアリー・マッカーシーの確執は、後に、ノーラ・エフロンによって、イマジナリー・フレンズというタイトルで2002年に、議局化されている。マッカーシーは、t v 番組、 ディック・キャベットショーに出演した際に、ヘルマンについて語り、彼女が書いていることは全て嘘、嘘、嘘と罵倒したため、ヘルマンはマッカーシーに対して2万5000ドルの損害賠償請求訴訟を起こすに至った。マッカーシーは、ヘルマンの人生の中の影の部分からいくつかの証拠を提出していたが、それらは後にメレンの手によるヘルマンの電気で公開された。 訴訟の決着がつかないでいる間に、ヘルマンは79歳で亡くなった。訴訟は、ヘルマンの遺産検証者によって取り下げられた。また、ヘルマンは、ピーター・フェイブルマンの、ケイクウォークという戯曲の主人公となっており、この作品では、ヘルマンと若い小説家との交流が扱われている。フェイブルマンは確かに、ヘルマンとは長い付き合いがあり、 リリアン・ヘルマンの思い出という本も発表している。眠れない時代解説この作品に関して、ニューヨークの精神科医のミュリエル・ガードナーは、ジュリアのモデルは私であり、私はヘルマンという人を知らないと主張したが、ヘルマンは、ジュリアのモデルは、ガードナーではないと返答している。ヘルマンとガードナーは、同じ弁護士を雇っており、弁護士は、 ガードナーの回想録の内容を知っており、さらに映画の中のエピソードが回想録と一致するという現象が見られたため、弁護士経由でエピソードがヘルマンに伝わったのではないかという疑念が存在している。子供の時間は当時アメリカ合衆国ではまだ強いタブーとされていた、同性愛とそれをめぐるアメリカ合衆国社会の悲観要性を真正面から扱っており、 世間は大いに眉を潜めたと伝えられている。ただし、この作品で扱われた、同性愛はもっぱらプラトニックなもので、肉体的要素は全く伴っていなかった。ボストンでは禁止された。ボルテールの、カンディードあるいは、楽天主義説を原作とした、舞台演劇で、リリアンが脚本を書いたが、レナード・バーンスタインらによる改訂が続いた。現代は、 ならず者の,の時代で、マッカーシズムの時代を振り返った時点。アメリカでは、過ちを覚えているのは、不健康、それについて考えるのはノイローゼであり、ずっと考え続けてたりすれば、精神異常とみなされるなどと書かれている。ありがとうございます。